ロート製薬公式 YouTuber のデバスイココロです。弟のオトです。今日はね、2019年に公開した動画の未公開シーンと NG 集をまとめたので、それを見ていきましょう。はい、それじゃあ呼びますね。デバシー、みんなこんにちは。あれ、なんか違う。デバシーくん、性別はない。は、僕に性別などない。性別ないの？ない。ちょっと止めていい？そうなんだ。ネバッシー、はい、グダグダだったね。次行くね。はい。ちゃんと音のもお姉ちゃんが代わりに弾いてきてあげたよ。え、優しい。いや、え、中吉。この1年私待ち人来ないんだけど。でも連絡ありって書いてあるよ。え、連絡って何ですか？待ち人さん、連絡してください。ここで言ったら本当に来ちゃうから。あ、やめる。やめなさい。冗談です。はい、あの、一言だけなんですけど。何？まだ待ち人は来ていません。はい、現状報告です。あ、それ言いたかったの？いや、やっぱ定期的にね、この現状は報告していかなきゃなっていう。え、姉ちゃんのね。あ、今も待ってます。来るかな。来るよ。連絡ありって書いてるもん。来たらいいね。ちょっと待って、現状報告は？え、どうです？ないですけど。本当に？本当だよ。じゃあ書いていきます。あれ、どこをどうすればいいんだ？大丈夫？音、大丈夫だよ。怒られないよう書くんだよ。ドッキリ大成功、イエーイ。あー、楽しかった。ちょっと思わなかった？おかしいなと思ったよ。あの、真面目に書いて、え、これでダメなのって思う。はい、ちょっと止めるよ。いや、私はね、ちょっと止めるか悩んだんだけど。これは俺が止めるよ。いや、私がね、多分止めたいとこ違うよ。あの絵をさ、自分でどう思いますかっていう。え、ちょっと待って、これですか？これです。これ、頑張ったでしょ。ダメでしょ。自分で言うのもなんだけどさ、前のあの化け物みたいな絵に比べたらさ。自分で言っちゃうの。化け物。ちょっとおかしいと思ったんだよ、うん、動画でも言ってたけど、別にさ、そんな怒ることかなって。確かにね、もう本当にお姉ちゃんはもうにやけるの超我慢してたから。はあ、今思えば本当様子おかしかったもんな。まあいいよ、うん、もう済んだことだし。ま、またいつドッキリ仕掛けられるかわからないですけどね。まあそれは姉ちゃんにも言えることだけどね。心の道徳クイズ3番、アスレチックジム。不正解。残念だったな、オト君。あれ、ニューエンオリンピックでは金メダリストも輩出。健康な世の中を作ることがロートの目指すべき。ロートの、ちょっと待った、ちょっと待った。これでよく公式を名乗れるな。はい、チュ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 だって。どんだけー。あー、はい、私も公園好きだよ。でもジャングルジム、ジャングルジム、ジャングルジムっていう名前だっけ。言う、ちょっと待って。いや、ジャングルジムはあるけどさ。だいぶ昔に遊んだから、もう名前は遊具の名前覚えてない。姉ちゃんは今でも公園でそういう遊具で遊びたいってこと？あ、ブランコ好き。ブランコ、はい、次行こう。いや、いいね、わかりますね。石つながった石です。何ですか？違うの、私はね、みんなに聞きたいの。え、たまにさ、そういう公園でさ、遊具で遊びたいと思わない？皆さんに共感をしてほしいなって思っただけ。いやいやいや、まあまあそこもそうだけどさ。はい、ジャングルジム思い出せますか？うん、ジャングルジム思い出せるよ。こういう四角のピラミッドみたいなやつでしょ。棒がいっぱい並んでる、こういうやつね。棒がいっぱい並んでる、こういうやつ。ジャングルジム、どう表現されます？ジャングルジム？ジャングルみたいにさ、鉄の棒がいっぱい入り組んでて、立体的な迷路みたいになってるやつ。迷路には なってないです。一言目がでかいってどういうことですか？全部でかいですよ。うるさいでしょ。強引なところにしましょうよ。視聴者の皆さんには残念なお知らせですが。残念？今から姉が萌え台詞を言う時間です。おいおいおい、残念ってなんだ。もういいじゃないか、終了。長いよ。設定細かいよ。違うの、あのね、違うシチュエーション。違う、年上の彼女が初デートの、初デートっていうか、デート中にね、こうカフェで話してて、ちょっともじもじしながら、動物園行きたいなとか言われたら、キュンとしきません？細かいな。いや、私はこのシチュエーションもしあったらキュンとしますよ。自分が年上がいいんだ。ええ、あ、僕年上なんだけど、敬語は使ってます。あ、すごい。さあ、敬語使ってないかんね。あの、あんまりネバシーさんに。私、編集とかしててさ、え、
この一瞬の使ってますしか敬語してませんけどと思って。いやそんなことない、これは本人に言わなきゃと思ってた。私ネバシーがかわいそう。切っちゃったんでしょ、だって敬語使ってるところ。切ってないこんにちは、よろしくお願いします。本日は我がロート製薬の採用面接にお…あ、まあ、面接官さん噛みすぎじゃないですか。ちょっといやちょっとそこは触れないでいただいてよろしいですか。ちょっと次に、はい、すいません、次に行きますね、はい、はい、面接官さんは転職とかって考えますか。転職今は全然考えませんね、うん、そうなんですね、はい、もう今が充実しているので、いつか転職できるなら牧場経営とかしてみたいかなっていう。牧場経営、牧場が好きなんですか。牧場一回行ってみたい。もう朝から行ったこともない、行ったこともないんですよ。そうなんですね、はい、うん、でも危ないかも、行ったこともないのに経営してみたいっていうのはちょっと、いや大丈夫大丈夫、もう検索してるから。あ、ちょっといい、説明不足かなと思うんですけど、この検索してるんでっていうのはどういう仕事なのかとか、何時起きなのかとか、どういう仕事なのかっていうのをこう検索してますよっていう意味です。いやでもその前にさ、牧場行ったことないのに牧場経営したいっておかしくない？いいと思うんだよね。え、それはさ、なんかきっかけがあったの？いや私ゲームとかでさ、ほら牧場経営してるゲームとかいっぱいあるからさ、なんかあ、いいね牧場と思ってね。まさかの小学生並み。私本気で思ってるんで、はい、それだけちょっとお伝えしたかったです。本気なのね、そんな甘い世界じゃないけどね。ヤッターマンとか興味ありませんか。お肌のね、悪を討伐しているので。じゃあ気持ちはヤッターマンと同じなんだ。そう、気持ちはそうだよ。でも面接官さんもヤッターマンだったんですね、うん、ちょっと待ってストップ。ボヤッキーさんに冷たくない？え、冷たくないよ。あ、冷たい、めちゃめちゃ冷たいでしょ。でもね、多分この時ね、いろんなね、積み重ねがあったんだよ。ボヤキーさんの発言の回答がどれもいい加減というか。でも小料理屋出したいとか素敵だと思ったよ。もうそこは本当に素敵だと思ったけどさ、なんか私の動画何見てるっていうのでもカナリアちゃんと同じ回答したりとか、うん、いやもうね、そこが大きいかな。はい、というわけでね、はい、どうでした。どうやってしたどうだったって言いたかった。でも未公開新集だからね、見応えはあったんじゃないの。え、でも面白かった。はい、ちょ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 が一番私の心に刺さった。ネバシーでしょ。ネバシー使うか悩んだんだけどね。ちょっとね、ダメすぎた。逆に音は一番印象に残ったやつ、なんかでもちょっと個人的に残念だったっていうか、うん、ヤッターマンチャンネルさんとコラボしてたじゃん、はい、俺いないじゃん別のやつで4人でね、何かね、そうだね、うん、というわけでね、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。